フィリピンにおける普及の自由作戦は、対テロ戦争の一環として行われていた、フィリピンミンダナ島と周辺海域での普及の自由作戦のこと。アメリカ軍は、ミンのナを島におけるイスラム勢力と対決するフィリピン軍を訓練や助言などの方法で援助している。二0一年九月十一日のアメリカ同時多発テロ事件以降、欧米と筆頭とする、 民主主義諸国とイスラム諸国内に蔓延しつつあるイスラム原理主義を標榜する非国家武装勢力との対決が決定的となりアメリカ合衆国はアルカイダの潜伏先とされるアフガニスタンに侵攻した太平洋特殊作戦軍はオフティの中核を構成しているアメリカ陸軍特殊部隊軍によりフィリピン軍と民間当局は助言と訓練を受け テロ対策活動を調整し継続できるように能力の向上を果たした。アメリカ顧問団とフィリピン軍は市民に対する人道的援助の一環で従来の保安対策では対処できない新たな脅威に関する協議と計画を実行する新しい保安委員会の下で共同作業を実施した。彼らの共同による努力の結果南部フィリピンでの生活状況は改善され、 テロリストに対する支持は著しく減退した。初期配備は2002年1月に開始、ドナルドシー・ウースター巡章を超都市ソスパックの1200人以上の要員が参加した。太平洋特殊作戦軍の東方任務部隊本部は各事業を管理実行した。アメリカ軍の任務はフィリピン軍の総統作戦でアブサヤフの拠点があるバシラン島での戦闘行動に助言することとなっていた。 バリカタン演習例2から2の任務は、これとは違っている。2005年、政府軍とアブサヤフとの戦闘が続く中、新人民軍とその他のゲリラは連合し、フィリピン南部を攻撃した。2006年の終わり頃、アブサヤフは2000人程度、新人民軍は7000人の兵士がいると見積もられている。2008年8月に2003年以来かろうじて、保たれていた。 停戦協定はイスラム反乱軍による南部の村落の襲撃により破綻した。民間人44人が刃物で切りつけられ殺害された。この事態に対し政府軍は反乱軍に対して報復を開始し、約15の反乱軍キャンプの占領し15人を殺害する。フィリピン軍は戦死17人、親政府系民兵からは5人が戦死した。 また民兵は8月11日の戦いで少なくとも141人のイスラム反乱軍を殺害した。そして8月25日には64人のフィリピン軍兵士が負傷し、少なくとも民間人60人が戦闘で死亡した。フィリピン軍はアブサやフトジェマイスラミアに対処するために民団のお島に増強配備される。アメリカ合衆国は フィリピン政府に対しアブサやフとジェマイスラミアと対抗させるため軍事顧問団の派遣、各種装備と財政援助をする。アブサヤフグループはアメリカ合衆国連邦政府により海外テロ組織に認定された。具体的には分離主義者のグループがフィリピン共和国、主にホロ島、バシラン島とミンダナオ島の南部の内外において、 組織基盤を構築したイスラム教徒集団のことである。1990年代初期の頃から、アブ・サヤフは爆破テロを実行した。独立イスラム国家建設のため西部ミンダナオとスールー諸島において暗殺、誘拐、脅迫などが手段として用いられた。ジェマイスラミアはインドネシア、シンガポール、ブルネー、マレーシア、大南部、フィリピンと東南アジア各地において イスラム原理主義国家樹立を目的とした高戦的なイスラムテロ集団である。ジェマイスラミアは何百人もの一般人を殺害したと考えられ、2002年10月12日にバリ島のナイトクラブにおいて自動車自爆テロにより202人を殺害した事件が有名である。 アメリカ合衆国国務省は、ジェマイスラミアを海外テロ組織に指定した。ジェマイスラミアは他にも、サンボアンが爆破事件、リサール記念日、爆破事件、2004年のジャカルタ大使館爆破事件と2005年のバリ島での爆破事件に関与した疑いがある。ありがとうございます。